よく高橋が体飛ばしました、はい、で最終的にはティーラシ使いたいんですがね、逆算してね。家長が中から外を、ここは高橋が追っていきます。入ったばかりの高橋です。マウリシオからつないで山中、中に入れて、あ、このプレスをかけていく、あ、ノーファールでボールを奪った高橋です。宮沢ウッドで FC 東京がカットした高橋、なかったですね、足元で欲しかったかもしれないですね。ジェイン落とした後、小前が詰める、シュート、ブロックします。高橋いいとこ取ってきます。そうですね、その小前へクロスを上げる、足を出す、奪うか高萩。少しテンポが上がってないですから、オリンピック世代のマッチアップ。伊藤翔、高萩が触ったボールは高萩対ミサオ、切り返す土井翔真、中に出します、藤田戻します。ここはセレッソ得意のリサイクルか、高萩この位置まで来る、アダユトに奪われます。あ、入れ替わるように奪って出ていく高萩、石田が入れます。山崎落とし、金崎はブロックに入りました。突っかけてアウトサイド、中に割ってきた、ただ硬い、ここにアダユト、ファールじゃないかと鹿島サイドはアピールしました。続けます、縦パスを常に狙いながらボールをこう回せているガンバ、171センチなんですが非常に体が強い、ちょっと流れましたが高萩、高萩から縦パス入る、高萩ターンしてシュート、いくら好セーブを見せました。まだあります、高萩、ちょうどディエゴリベーラが見るような形ですが、ボールを奪っていいパスを出して、アダユトン返す、高萩からディエゴリベーラだー、アントニー・スリバーの前で邪魔しましたね、はい、鈴木とのワンツー、バウド行く、タックル、うん、ヘディングっていうのは一つ大きな武器ですからね、うん、はい、オーバー強いですからね、うん、ヘディングね。ここは高萩やろ、タックルに高萩行きました、つながって北澄からマイナスのボール、うん、クリスチャンがつながらず、ポートに高萩、高萩からのクロス、ヘッド、アダユート、うん、ボレー、ナイスキーパー、小川が残して三田から高萩ミドル、金崎の頭での落としには高萩です、高萩、高萩いった、うん、高萩、最後はナイスブロック、丸山競って前落としてシュート、高萩セットプレーからゴールを生み出して勝ち越し、